実は中村さんのお父さんは元戸部町長。引退された後も戸部焼を愛するあまり、自宅にこんなギャラリーを作っちゃいました。コレクションは日に日に増え、今では60の窯元の戸部焼が一堂に集まる町のちょっとした観光スポットに。これぞまさに地元愛。観覧は自由ですが、マナーを守ってお楽しみください。一番歴史の長い窯元がこちらです。梅山窯。戸部焼の窯元で最も歴史のある梅山窯。実用性と美しさを兼ね備えた戸部焼を140年にわたり生み出してきました。3年前にはスターバックスとコラボした期間限定マグカップを制作したことも。全国にファンを持つ戸部最大の窯元です。窯元とカフェの二刀流、なんとも戸部ならではなお店。こちらが工房で、でこっちがショップ。この中にこっそりとカフェがオープンしています。難しい器選び、そのヒントにしてもらおうとオープンしたのがお隣のカフェ。ここ今見えてる席が一応1階の席なんですけど、器屋さんとカフェが併設してるって、はい、面白いですね。色鮮やかで、はい、器の種類様々ですね。そうですね。お肉とデミグラスソースがもうしっかり絡んでます。週替わりでおかずが変わるご飯膳、ここに来ればとっておきの一皿に出会えます。戸部オーベルジュリゾート、実は極上の贅沢が味わえるんです。おー、シックで洒落てますね。ありがとうございます。もうこちらではもうゆっくりとこう野鳥の声を聞きながら、はい、過ごしていただけるようなお部屋にしております。木とか、まあ、インテリアですね、すべて、まあ、愛媛の作家さんのものを、はい、使用しております。はい、綺麗な、はい、もう額縁の絵みたいな感じですね。はいはい、完全にプライベートな露天風呂。はいはい、若い人に人気な理由がすごいわかります。身も心も癒してくれるのはレストランでも。愛媛食材が美味しいので、はい、その食材本来の、はい、味を感じれるように、もう甘みだったり旨みだったりそういうのを感じていただけるように、本当にもうシンプルな味付けで。芸術だ。おー、身も綺麗。身がすっごい引き締まってて、そうですね、弾力がすごい、はいはい、最高の空間に最高のお料理ですね。おいしいお食事にさらにエステまで。今月でなんと135歳。優しい、包み込んでくれるような味です。そうですね、あんまりそんな癖はないと思いますので。香りがすごいんですよ、うん、さっきからすっごい滑らかで、うん、酒粕の香りもマイルド、うん、めちゃくちゃいかついんですけど。キッチンカーのパイオニアと語るたこ焼き屋さん。30年走ってるデコトラで作ったたこ焼きですね。だしの香りが美味しいです。聞いてて。今年1月、戸部にオープンしたウクレレ専門店。ここから削って。そうですね。で最終的にこのウクレレになるんですね。そうですね。なんだか雰囲気が。和紙を使って模様を描く和紙染めという技法。フィリピンから戸部町へ、新たな風を吹き込んだアリンさん。